バージンオービットとは小型の人工衛星の打ち上げを目的とするバージングループの宇宙開発の企業。2017年に宇宙旅行のバージンギャラクティックから分社して設立された。当初は空中発射ロケットであるランチャー1の母機としてホワイトナイト2から発射する予定だったが市場の要求では大きい衛星の方が需要があるのでそれに対応するため バージンアトランティック航空の引退した、ボーイング747から400を改造して、左翼加減化して打ち上げる予定になった。ボーイング747コズミックガールボーイング747から400、2001年ボーイングエヴァレット工場、組み立て、製造番号、32745、ライン番号、1287発飛行、 2001年9月29日引き渡し、同年10月31日旅客勤退、2015年10月、同年11月にバージンギャラクティックに登録、登録記号 N744VG に変更後、ローンチャローエン発射母機にするため同系記載翼下のエンジン運搬用の第5パイロンに喧嘩可能なように回収。2017年からオービット社にて、 軍用ランチャー1ロケットランチャー1は小型の空中発射ロケットで高度12000メートルまで上昇してロケットを切り離した後にロケットのエンジンに点火して軌道に衛星を投入する。太陽動機軌道へ重量 200kg の衛星を1000万ドル以下で提供する予定。さらに最大 400kg まで拡張するオプションも設定される。 ワンウェブから39回の衛星打ち上げを受注した。ボックススペースは2020年代初頭に設立されたバージンオービットの子会社。同社は国家安全保障打ち上げ市場と呼ばれることもある。米軍向けの打ち上げサービスを提供する予定である。同社はランチャーワンロケットを使用する予定。2020年4月、ボックススペースは 44個のキューブサットの3回の打ち上げに対して3500万ベイドルの契約を獲得した。最初の打ち上げは2021年10月までに行われる予定。水平型宇宙港として整備される大分空港2020年4月、同社は大分県と提携し、大分空港を人工衛星打ち上げの水平型宇宙港として開港する準備を進める。 ことを発表した。大分空港での打ち上げ開始予定は2022年を見込んでいる。ありがとうございます。